フランソワル・クレール・デュ・トランブレージャン・レオン・ジェローム、灰色の数奇教。踊り場の灰色の衣の修道士に頭を下げる、灰色の衣の数奇教と貴族たち。踊り場の壁には、リシュリュー・数奇教の紋章のタペストリーがあり、この修道士が、リシュリューの後ろ盾があることを暗示している。フランソワル・クレール・デュ・トランブレーは、カプチン・フランシスコ修道会員で、ジョゼフ神父として知られる。 フランスの最小リシュリュー数奇教の副神代理人であり、現代フランス語の灰色の数奇教という用語の起源として知られる。ユグノー戦争で苦しんでいたフランスで育った。22歳の時、カプチン・フランシスコ修道会に入会した。しかし目の病気のため、哲学の教授を中断して、宗教に傾注していった。パリ高等法院新生部議長のジャンルクレール・デュ。 トランブレーとマリ・モンティエド・ラファイエットの長男として生まれる。少年期は伝統的な教育を受け、イタリアへの旅行を終えると軍歴についた。1597年のアミアン包囲戦に参加し、ロンドン駐在特使へ同行した。1599年に彼は総席に入った。彼はオルレアンのカプチン・フランシスコ修道会に入会し、説教士と改革者として有名となった。 1609年には、フォントブロ修道院の修道女アントワネット・ドルレアンを助け、修道所の献身の手引きを表したほか、聖母の騎士会の規律の改革を行った。1612年からリシュリューと付き合い始めた。カプチン・フランシスコ修道会員らの助力で、国内における広い情報ネットワークを成立させ、その結果として政治に活動する機会があった。 1619年のルドゥン会議で教皇施設と王妃マリード・ドメディシスの副審として参加したのが彼の政治の世界に入るきっかけであった。この会議では彼は諸侯が信奉するガリカニスムのを分離的傾向に反対の立場を取った。1627年のラロシェル包囲戦でリシュリューを支援している。彼は純粋な宗教的な理由で ハンハプスブルク家の立場を取った。彼は神聖ローマ皇帝はヨーロッパ世界の平和の障害だと信じていた。また彼はオスマン帝国への十字軍の派遣を夢見ていた。三十年戦争においては1630年のレーゲンスブルク会議にリッシュリューによって派遣されると、この近世のイジャピエールは神聖ローマ皇帝の侵略を阻止するために毒を持って、 毒を制するの考えに基づいて、暴略を巡らし、プロテスタント諸行の調整をし、スウェーデンをグスタフ2世やドルフに、ドイツ侵攻を説得した。これにより彼は、軍事大臣となり、外交上の影響力を増大させた。1538年に没するが、ベストファーレン条約の準備の重要な参加者と見られる。ありがとうございます。